食品ロスを考えよう。おにぎりはどこから来るのかな。お店から、工場から、それはね、田んぼから来るんだよ。日本の食品ロスはおよそ643万トン、半分近くが家庭から。一人当たり毎日おにぎり1個分。計画性のない買い物や作りすぎ、そして食べ残し。食品ロスは資源やエネルギーの無駄も生みます。排出される温室効果ガスも考えると、食べ物だけの問題とは言えません。食べられるのに捨てるの誰？食べ物を大切にしよう。無駄のないライフスタイルで、無駄なく美味しく食べきろう。